応援席の中日ファン、ビシエドの応援歌を熱唱する。泣けるって。球団さん、我らのビシエドを返してくれ。現地で2次会いたけど、一番声出てたわ。辞めるべきは、監督を中心としたフロント陣。代打でもいいから起用してほしいな。阪神ファンだけど、辛い気持ちはめっちゃわかるんよ。マートンの時もマジ辛かった。来季構想外なら、ビシエドはあげなくていい。高橋光成とトレードしてください。西武のファーストとして頑張ってくれ。3億の当てるスイングより、ビッシーが見たい。山崎武史とか、OB たちが押してくれれば昇格できると思う。石川が前例だからね。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひよろしくお願いします。